行きたい行きたいって言い続けてることで可能性をゼロにしないで諦めなかったっていう。飛行機乗っちゃいましょう。おはようございます。めっちゃ今日眠いんですけど、なんでだろう。夜更かしですか？いや、夜更かしてないんですけどね、昨日寝た、がっつり寝たんだけど、なんか3日目ですね、最終日ですね。はい、いよいよですよ。今日の夜には飛ばなきゃだから、まあ、最後の最後までね、ちょっとスペインも堪能していただこうと思いつつも、はい、今が朝10時ですね。はいはい、西山さん、なんかいい服着てますね。これあれでしょ、H&M コーデじゃないですか。はい、昨日ちょっと着忘れたから、あとは服持ってきたのはなかったから今日はこのコーディネートで着たいと思います。はい、ドレスアップしていただいたんですけども、はい、朝なのでちょっと朝ごはんでも行こうかなと。おう、スペインのマクドナルドとかって、はい、なんか行ったことないですわな。そうですね、マック行ってないです ね。ちょっとそういうところも行ってみたいなと思って。結構日本と違うところあるみたいなんで。あ、そうなんですか。はい、マック日本ではめっちゃ行ってますけど、じゃあスペインバージョン、はい、ちょっと覗きに行きますか。はい、はい、ではちょっと向こうなんで了解です。今日ね、スペイン来て初めての雨。本当、まあ雨も雨でいいんじゃないですか。はい、あのやっぱりヨーロッパの人傘ささないって聞いてたんですけど。あ、そうなんだ。あ、でも私そっち派ですあ、ヨーロッパ向きで。そう、ヨーロッパ向きかも。全然傘ささないで平気。まあ、結構傘ささない人多いですね。そうですね、そう、確かに差してる人全然、日本とかだったらみんな100% 差してる雨の量ですよね、今。ねえ、さあ、あ、もうマックだ。いいですね、なんかもうマックだ、マックだ。タコベルの隣に近い、歩いて2分はい、あ、早速見えるメニューがもう見たことないやつです。マックフルーリーエクスプレス、ね、これもポテトもでも中広い、かわいいですね、作りが。ねえ、あら、こんなマック見たことある。なんかスタバとか見たい。すごい、タッチパネルなんだ。単品ですね。いや、せっかくなんでガスパチョいっちゃいます。ガスパチョール。これすごいですよ。なんかこれトリュフが入ってます。嘘。カルボナーラ水。これトリュフですよ、ね。これ頼んでみる。ね、せっかくなんで。だから。じゃーん。これが。バルセロナのハッピーセットですね。我が家がいつも頼むまんまのオーダーで頼んでみたんですけど、ちょっと早速開けてみたいと思います。はい、結構ね、ボロボロ、もう最初からあ、全部紙。まずポテトが勝手にこっちのポテトになってましたね。ほら、本来こっちでしょ。でもなんでだろう。てか、あの方間違ってない、これスパイシーなのにな。あらら。で、これがナゲット、ちょっと
出します。ナゲットそんな変わんないかも。ちょっと固めナゲット。で、まあ、見た目は全然日本と、うんうん、変わんない。変わんないですね。ポテトは皮付きなんで、ポテト皮付きになってて、ね、で、もうそのまんまおもちゃが入ってます。あら、あ、女の子の方が今日はゴーカートですね。ゴーカート、車のおもちゃ。じゃん、かわいい。かわいい、スペインのね、なんかのアニメのなんかですかね。なんですかね、ハッピーセット大体そうですもんね、うん、かわいい、この中からカラフルですね、はい。じゃあこれ石川さん、はい、スペインならではの朝マック、ちょっとパカッと、じゃあ開けちゃっていいですか、はい、生、あ、でもなんかソースと生ハムで、パンもなんかバゲットみたいに硬い、美味しそうですよ、はい、美味しそう。で、岩沢さんがすごいよこれ、でけえの来たね。ちょっと顔の横持ってていいですか。これが、今ニュー商品、新商品の中からトリュフバーガーを頼んでみて、こんな大きい中にトリュフソースなんだね、これが。マヨネーズの中に多分トリュフみたいな入ってて、チーズとパテですね。あとベーコンも入ってる。すごい美味しそう。でも超ボリュームありますね、うん、ボリューミーで、こっちがラーゾさんが頼んだコンボバーガー、パンツがちょっと違うやつ。ほら、あ、朝マックみたい、こっちの方が。ちょっと中もトマトとオニオンとハンバーガーで、ハンバーグですね。で、こちらが単品でサイドメニュー、チキンボールみたいな、あ、ナゲットの、でもちょっとスパイシーなのかな、黒いペッパーみたいなのが見えます。日本にはないですよね。ない、これはここだけ。で、これが定番のポテト、味が一緒か、はい、で、ガスパチョドリンク、ペットボトルなんだね、スープなんですよね。ね、ペットボトル。でもスーパーとかにも売ってましたね、ガスパチョの市販。で、ナゲットのソースが、これね、初めて見たから頼んでみました。サルサバッファロー。バーベキューっぽいのも他にあったし、マスタードっぽいのも他にあったから、多分、全然初めての味だと思います。で、こちらがこっちのマヨネーズが選べましたね。日本にないかも、マヨネーズ選べる。あ、薄味、うん、塩があんまりないかも、うん、てかやっぱさ、こっちの方さ、塩分そんな使わないんじゃないですか。確かに、しかもケチャップにつけて食べるのが普通なんですかね。これは大人のソースっぽいですね、うん、ちょっとナゲット、チリーズコーンズナゲット、こっちのマックの方が味が薄い。へー、やっぱそのまんま、うん、ドリトスとかを食べた時の塩気がなくて香りだけくる感じ、なんだろう、なんか面白い、うん、うん、おいしい。なんか外のカリカリ度が強くって、中がめちゃくちゃとろけるポテトみたいになってます。おいしい。じゃあこれ、じゃーん、すごくない？インパクトはこれが。ベーコンハンバーガー、チーズ、トリュフソース、レタス、いただきます。おいしい。全部の風味が全部もうね、口の中がゴージャス。ベーコンのスモーキーとチーズの香りとハンバーグにストリームだから、
ファーストフードのハンバーガー食べてるんじゃないみたい。てか全然私マックでいける。これがチキンボール、スナックでして、これいくらなんだろう。サイズはこれサイズですね、うん、あ、そっか、まあ、また食べてる、はい、チョコボールの中のピーナッツくらいの割合でしかお肉がいないからね。これ本当、おつまみとかスナックとかですよね。ビールと一緒だね。うんうん。マネージャーの岩佐さんがね、ちょっと頼みたいというか、今度なんかあります、ちょっと食べていただいていいですか。パンを抜きにしたらダブルバーガーに近いですね、やっぱり。ただ味はやっぱ薄めかもしれないですね。僕思ったんですけど、結構野菜しっかり入ってますよね。うん、多いもん。なんかもちろん日本のマクドナルドも野菜入ってるんですけど、なんかより多いなっていうイメージが。すごい美味しいじゃないですか。これで 19.95 ユーロ。さあこんな感じで一通り今ね、ちょっとずつ全部食べてみたんですけど、本当にね、なんかどれも美味しくって、しかも私が率直に思ったのが、お子さんもやっぱすごい食べやすい味付けのものが多いなっていうのと、野菜がしっかりちゃんと取れるなと思ったので、タッチパネルでメニューを選ぶところから楽しいからマックですけど、ぜひバルセロナに来たらこのバルセロナマックにも皆さん足を運んでみてください。